ださいってことですよね。センスないとか。<laughs> はい、えー、こんにちは岡田です、えー。今日もナノタッチのコーナーやってきました。こんばんは。こんにちは。よろしくお願いします。んんお願いします。<laughs> 挨拶こだわるんですね。<laughs> <laughs> そうなんですよね。<laughs> で、今日こだわりといえば今日のテーマでございます。ナノタッ今日も、えー、女性の言葉に隠れたその本音教えてくださいということで、女性が なんーとかくんってファッションこだわらないんだねー。これも、ね、これもかっこれ、これ、喧嘩売ってるよね、もうか、完全。スってる。スってる。<laughs> もう、下に見てるわ、け。はい、これにはどういう意味が隠されているんでしょうか。ダサいってことですよね、センスないとか。<laughs> <laughs> だって絶対あのいいなと思ってる人には言わないですもん。言わないよねー。うんうん。うん、いい印象を与えるわけがないから。ない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 。行 <laughs> ったところでないなと思ってるから言ってきてるわけですよね。これあれですよね。あのちょっと実はこの続き。 次と次が実は次,次回次次回取ろうと思ってたやつがあるんですけどはい、はい、これちょっとまとめて話した方が早いかもしれないですねもしかしたらね。こだわり系で。はい、そうこれ「<laughs> クエッションこだわらないんだね」っていうのは、はい、まあもちろん「お前もうちょっとちゃんとしろよ」ってやつじゃないですか。だんななすか行き過ぎちゃってるんじゃないですかそうなんだよな <laughs> ちょうどいいができてないぞと。そう、本当中間っていないのって。うんうん。うんうん、結構の女性を持ってるかもしれないですね。間間難しいのかな。間がね。うん。これそうなんだよね。ちょっとしちょっとだけ抜けばいいのに全身なんかミュージシャンみたいになっちゃったりとか、うん、<laughs> ね。トレンド作っちゃうぞみたいな。そう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 なんですよ。そうなんですよ。<laughs> 肩の力抜く感じが欲しいのにうん個性的になる個性的だねそう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 なんか難しいですよね TPO も考えないといけないし一緒にいる相手のことも多少は考えないといけないじゃないですか合わせるというかそうそうそうなんか自分だけが着たい服を着るのはいいけど一緒に歩いている人うん 特にデートとかだったらね考えてあげたほうがいいですよね。相手がどんな服で来るかなって絶対イメージしたほうがいいよね。うん。場所と相手。相手とね。ねクラブとかで遊びに行くんだったらさねバリバリ自分の好きな格好してけいいと思うけどそうじゃないわけだからね。そう一人で出かけるとかだったら全然いいんですよね。ね全然いいんですけどね。う なんかこだわりがないと手抜いてんのかなって思っちゃうし、なんか格好つけてくれないんだみたいな。<laughs> これ、逆に今度はですよ。は <laughs> はい、はいこだわりが強いんだねーはどうですか。このこだわり感やばいな <laughs> こだわりが強いんだねー、これやべら。な <laughs>。 なんか頑固頑固って思ってるのかなんか周りが見えてないと受け取るべいなのかこれだからなぜ今これを着るとかえこれお前着なきゃ死ぬのかとか思ってる時いるいるよねめっちゃ気使うなんかなんでしょうあの じゃらじゃら腰からぶら下げないと死刑になるのかなっていう人とかいらっしゃいますよね。<laughs> いますね。ゴツゴツしたやつとか。そうそうそうこわり強めだねって。もうなんかもうこってこてのワークブーツとかね。もうなんか <laughs> なんなんで今それ履くのって <laughs> 他にいっぱい安くいいものいっぱい出てんじゃん、うん、のにのになんでそれこだわるんだろうっていうのとか。 あるね <laughs> なんかやっぱりあの、うん、推しにも伝わるところがあってやっぱそんな自分も受け入れてほしい、うん、受け入れてくれる人じゃないと嫌だみたいなことが出過ぎちゃってるのがこだわりっってなっちゃうんですかね,ね、うん、女性からするとささっきナロタ言った通りさ、うん、相,相手を見ながら服を決めるわけじゃんか、うん、でもそこを全部土足で踏みにじってくんんだもんねネ <laughs> リカシー <laughs> デリカシーだよね。デリカシー <laughs> <laughs> その人に合わせてたら、とんでもない服になっちゃうしね。持ってないみたいな、自分のどの服も合わない。やべえ夫婦になっちゃうもんね。だからやっぱり、その推しと一緒で、それが共感できる人同士だったらいいんですよ。んそう、本当ね、本当ね確かに、確かに。そういう会に行くとかね。そういう友達会うっていう時に、思うぞ、君。極論林家って、パー子さんとかだよね。そう、世界観を。世界観があってね。はい。 そういう人に会う時は全然いいんですけど一応デートとして来るんだったらデートは意識してしてほいですよね、うん、そうだよねどこ行くのか、うん、自分でだってデートプランとか作ってるわけだからね。えあんたここに行くって約束したんだよねっつってね <laughs> <laughs> その格好で行けるみたいな <laughs> 私,私それと一緒に飯食うのってなっちゃうね。<laughs> 本当そう。いやー、それで今日どうこの後って言われてもね。そうですね。その格好で、あ,<ー>あ、でも来られたら、さっさと私終わらせるかもしれないですね。そうだね。成田早そうだね。<laughs> コーヒーだけで帰っちゃうかも。今日、ごめん、やっぱ、ちょっと胃もたれすごくてって。<laughs> うん、なんか帰るわみたいな。<laughs> 理由も曖昧なまま帰る。<laughs> いやー、本当に。 何かそうそうあのー、よくアプリとかのなんかやり取りとかでもさ「ドタキャンされた」とか言っててネットとかでもさ<ー>でなんか女の子に対しての悪口言ってるんだけどさ「いやいやお前それ違うから」って <laughs> 何かね要因はあるでしょうね。鏡に変えってなりますよねやっぱね <laughs> ちょっと顔とかじゃないんだよ。 そうじでな何かそう話題とかお店とか洋服とか何でもそうですけどやっぱデートにふさわしいものってありますよね。あるある特に初見とかさ最初のうちとかねそうデートにふさわしいものってありますよねあるある絶対あるよそれも含めてデートなんだもんだってそうですようん。 そこでさバチって2人の感じが合えばさそれだけで女の子あう合うかもってなるもんねやっぱりね。そうなんですよねいきなり一般受けしないものをぶつけるんじゃなくてもうちょっと打ち解けてからぶつければね違うのに中身が分かってればね安心してそうそうそうこういう人なんだっていうのを受け入れられるようになってからそこを受け入れられてもいない段階でもっと強いので超えてこられると。ううんん もうあ合わないです。違う世界に住んでる人ですってなっちゃうんで、働いせでって、<laughs> あの関係が長くなってきた女の子がさ、はいはい、あある日のデートでさ、はいはい、ちょっと今までより手抜いてきた時のさ、あ,<ー>あのこうチラチラって顔色をかがう感じ、あれ面白いの、ね。<laughs> <laughs> すっぴん見せ始めるそう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 ちょと大丈夫かな、大丈夫かなって <laughs> <laughs> ちょっと。 でも、その、その気遣いを、仲良くなるまで、ずっと持ってるんですよ。よ、うん、そこ可愛くないですね。いやいや、そうなんだよね。そこも含めて、ね。そこ、そこはあるのがよくないですかで。いや、大事だ、だ本当大事よ、ね。そう,そう。<あ>それを持つのは、いいことだと思いますよいや。いや、本当よ、本当、うん、よ。それをね。あの。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう。で、反面、そこに対して男性は、もう。自分全開で来るわけだから、ね。そう、やなんだよ、それ。<laughs> <laughs> めっちゃ嫌なんだよ。最初から100出してくる人いるじゃないですか。そうなんだ、ね。絶対やめた方がいいと思う。いや本当よね。本当本当。うん、<laughs> だって拒絶反応起きて当たり前じゃないですか。いや、起きてて当たり前だよ。絶対合わねえもんだって、感性が。うん、そう。 んか出さなすぎるとつまんない人だなってなるんだけどやっぱりゼロか100じゃなくて50とかがちょうどいいんですよね最初は特にそうだよねちゃんとトレンドも程よく抑えてでも肩に力入ってないちょうどいい感じっていうところをね清潔感ですね清潔感そう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 そってうそうのも本当にう女性を見習ってほしいなって思うまうまあエチケットの部分でうそうそうそ そのテレビ見ててもさ男子アナウンサーと女子アナウンサーの清潔感の違いよ。うん、確かに。化粧してるしてないとかそういうことじゃなくて、そういうのも含めてにじみ出てますもんね。にじみ出てる。そうそう。そういうのも含めてトータルで女性から学んでいってもらえればと思います。はいではありがとうございました。ありがとうございましたババイイ ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。